今ちょうどこちらのビデオのカメラの方にちょっとレンズにあの虫がついちゃったんですけども、もう撮りようがないのでこれでいきます。画面見ていただくと分かる、ちょうど日暮れのここの空のこれですトセットのマイクもうちょっと近づけてください。もうギリギリ口につくぐらいまで近づけて、はい、で OK です。はい、写真ここで撮れますけど今。すごい人だ。ここです。ここです。すごい人ですね。もうここら辺りからしかできないんでしょうか。これからもある。
現在新橋駅の上空を飛んでいます。ここから首相官邸の方を向けてヘリを飛ばします。今首相官邸前の上空に来ました。たくさんの人が沿道に集まっています。ずらっと、国会議事堂から首相官邸前まで、人の群れ群れ群れ。下からライトを振っている方がいます。こちらに向かって、小さなライトがたくさん今キラキラと光っています。こう旋回はできますか？無理。だましだましやるんですね。わかりました。じゃあ お任せしますので。
なんかスチール厳しいですね。厳しいですよ、これだけ距離があると。今高度は何メーターぐらいですか？300、340。もう道路塞ぐ感じになりましたね。そうですね、もうすっかり道路塞いで、はい、先週が4万5千人で今回はそれ以上の人が集まるんじゃないかと言われているんですけれども、はい、実際上から見ると本当にそれ以上集まっているような感じがしますね。
今東京都の明かり高層ビルディングの明かりがすべてついています。首相官邸前には多くの人が集まって、沿道を埋め尽くしています。一人一人、原発の再稼働へ反対する人、脱原発を求める人、思いを持ってこの地に集まっています。一人一人、下からペンライトや、携帯電話を振っている姿が上空から確認できました。その明かりが、もちろん一人一人の思いのこもった明かりが、福島の人たちへ、またはこの日本全国の人たちへ届くことを願っています。それだけでなく、世界へも決して、再稼働が、日本の民意ではない、日本の民意は多くの人たちが脱原発を求めているというのが上空からもその声で確認できます。何回ぐらい行けそうですか？あと2回ぐらい。すいません、この後、首相官邸側ももちろんこっちからと、その後首相官邸の反対側からこうトルカットお願いします。東京都心の上空は、スカイツリーも綺麗に、光が灯っています。たくさんの光が明かりが、この東京都上空から確認できます。現在、原発は稼働していません。大井原発を除いて、東京電力の原発は稼働していません。しかし、去年も実証できましたけれども、原発がなくても、停電には起こらなかった、それが今この真珠のように輝く東京都の上空からも、確信できます。首相官邸前の沿道に集まった大勢の人たちが、下からキラキラと、LED やペンライトを灯しています。綺麗ですね。この都会に輝く蛍のようにたくさんの人だ。もう沿道にも入りきれず、たくさんの人が道路にあふれています。
ちょっと首相官邸側からでお願いします。首相官邸側からでお願いします。官邸側からで、官邸手前、今の位置が一番いいんでですね、今東京との上空は、まるで真珠のように、ネオンが輝いています。現在、福島第一原発4号機では、倒壊の恐れがあるなどと指摘されていますけれども、原発事故に続き万が一、4号機が倒壊するようなことがあり、燃料棒が、むき出しになった場合は、おそらくこの日本に、もしくはこの東京に人が住めなくなる可能性もあると指摘されています。この美しいこの東京を、この美しいこの日本を、決してそのようなことになってはいけない、この美しい夜景を上空から見ると強くその気持ちを思いを抱きます。この明かりの一つ一つに、それぞれの暮らしがあり、生活があるわけです。決して奪ってはいけない、そして福島を追われた人たち、福島に戻れない人たち、故郷を戻りたい人たち、それぞれの思いが、すごい人です。首相官邸前の通りには、歩道を人が埋め尽くしています。これは4万5千人、それを超える人たちかもしれません。それぞれ一人一人が下からペンライトを振ってくれています。それが、上空から確認できます。その明かりの一つ一つには、それぞれ脱原発もしくは、再稼働へ反対する人たちの、思いや、怒り、この政府への不満などが、こもっているはずです。
まもなくテープエンドになります。あと1分です。はい、じゃあ時間が来たら戻ってください。お願いします。はい、はい、あと1分で終わります。はい、完全に道路封鎖。あ、そうですね。しましたね。道路封鎖しましたね。あ、もうすべての道路に人が溢れています。こんなに人が集まったことはあるでしょうか。これだけ多くの日本国民が、原発の再稼働に対して、または脱原発に対して、意思を表示したことがあるでしょうか。歴史的なこの夜を今上から上空から撮影しています。すごいですね、本当。どんどん増えてきてる。はい、終わります。もう終わりです。あと30秒ぐらい、もう OK です。これで、じゃあこれ最後で、はい、で道路封鎖まで取れました。すごいですね、本当に。一体この列はどこまで続いているんでしょうか。道路を封鎖した人たちの人たちは、ペンライトを掲げながらこちらへ向かって振っています。すっごい人だ。再稼働反対を求める人たちの声は、野田総理にも間違いなく届いているでしょう。この声を果たして無視できるのか。もう時間は過ぎて、はい、OK、ますから、はいはい、ありがとうございます。いなかったです。そうですね、やべ、7時半ぐらいでしょうか。本当に人が増えてきました。あと30分ぐらい、8時までまたさらに人が増えるんでしょう。大井原発の再稼働に反対する人、脱原発を求める人たち、大井原発の再稼働に反対する人たち、原発の再稼働を脱原発、を求